超困ってる人の顔。皆さん今日はね、今ねこうやって髪もこうやってやってなんか服もさこれっぽくてすっごい韓国にいそうじゃない。一世のせこんにちは、ひまひまです。今回はですね、皆さんサンキューマートでカゴいっぱい買うチャレンジ見てくれましたか？そのサンキューマートさんでもうめちゃめちゃお買い物をさせていただいたので、今回は超大量、こんなに買ったことないよレベルの量なので、もうそそそそそっとたくさん紹介していこうと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。では早速ね、一個ずつね、出していきたいと思います。ルンルンルン。まず一つ目ね。一つ目はこちら。じゃじゃーん。これは何かというと、もう、全人類の味方っていう感じなんだけど、ヘアアイロンケースです。そう、こういう感じ。私、サンキューマートのアイロンケースめっちゃ使ってて、中にはね、こういう感じでアイロンをさせるんだけど、ヘアアイロン。すごい耐熱になってて、持ち運びも OK なやつです。次は、じゃん。こちら。じゃじゃじゃーん。こういう携帯をここに吊り下げられますよみたいなやつ、こういう、よくない？そういう感じのチェーンになってて、まあ、スマホにくっつけて、肩かけるって感じです。次、じゃーん。こちらは780円の商品なんだけど、これうわ、かわいい。めっちゃかわいい。思ってたよりなんかレトロって感じで、めっちゃかわいい。キャンディーガンですね。まあ、ここにキャンディーをこうやってくっつけることで、はか、ここにキャンディーがブスって出てきて、ペロ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 って食べれるやつ。めっちゃいいじゃん。めっちゃ可愛い。わかるの？話すのは？わあ、Love you。次はじゃじゃーん。なんと大物1170円なんだけど、ハンギョドンのスリッパです。かわいい。いや最近さ、私のスリッパ某愛犬さんに履かれてしまいまして、スリッパの上にで落ちないんですよ、全く。私今スリッパがなくて、でちょうど可愛いこのね、ハンギョドンのスリッパを見つけちゃったので、こちらを買いました。これ1170円ですね。ハンギョドン可愛い。次、じゃじゃーん。サンリオラーメンです。可愛いし、美味しそうだし、最高。これね、いろんなね、キャラクターがいるんだけど、これ、クロミちゃんとケロケロケロッピで、カレー味と、魚介豚骨醤油味。パパが食べたいって言ったら、アンド、ヒマがこの可愛い、ステッカーも中に入ってるから、もう欲しくって、これにしました。次は、じゃーん、こちら。これ、なんと、カイロが入るマフラー。考えてくれた人、天才。なるほどね。こうやって、あ、めっちゃ冬感あっていいね。あ、コンパクトでいいね。こんな感じなんだけど、この、後ろ側、首の真後ろになる部分に、こうやってポケットがあって、ここにカイロを入れられるって感じ。でもこれカイロじゃなくても手突っ込んでさ、こうやって手袋マフラーみたいにできるよね。まあ冬めっちゃ寒がりな私とママからしたらめちゃくちゃ嬉しい。でも今さ、夏はさ、めっちゃ暑がりなのに、冬はめっちゃ寒がりなの。こういう人いますか？次、じゃーん。ハロウィングッズ。かわいくない？アフタヌーンティープレートで、見て、かわいくない？もう私これを絶対組み立てて、自分でスイーツとかいっぱい作ってこう置こうと思って、めっちゃいいじゃん。まあ、インテリア用らしい。直接食品を置かないでください。直接食品置かない？ダメか。あ、でもインテリアをね、この上に置きたいと思います。あ、直接置かなければいいんだよね、多分ね。なんか引けば。次、じゃーん。またまたハロウィングッズ。私の大好きなハリボーのハロウィンなんだけど、めっちゃ可愛くない？ No, you're mine。 こういう感じで個包装になってるから、なんかまあ、友達とかにね、すごい配れると思うし、中も可愛くって、ほんとハロウィン仕様でパンプキンのね、形のグミとかも入ってます。これお友達に配ろうと思って、これにしました。次、じゃーん。めっちゃ可愛いハロウィンのドラキュラ。よくないから、ハロウィンの時パパにつけさせようと思ってこれにしました。もう決定事項だからね。パパよろしく。次、じゃーん。こちら、これは M&M's。 私よくケーキとか作るんだけど、その時に M&M's をこうお菓子にね練り込ませたいと思います。次、じゃーん。こちら、これ本当にすごいの見て、筆が全部セットになっていて、このケースにしまえるよって。このケース触り心地良い。めっちゃサラサラ。こういう感じで、ね、いろんなタイプの筆がセットになっていて、私今何してもね、みんなから見えてる気がする。助けて、誰か。次、じゃ
ゃん、こちら。私の大好きな、チシャネコの、ピンですね。前髪クリップ。私前これをさ、オンライン塾、ソラ塾やった時に、4つずつつけるわね、ここ。そしたら、なんか、お、今日すごい髪が派手だね、みたいに言われて。なんか、派手派手なピンをつけて、塾受講する方あんまいないですよね、って言ったら、おい、初めてだね、って言われました。ディズニーのキャラクターもあんま持ってなかったから、すごく新鮮で可愛い。次。じゃーん、めっちゃ可愛いでしょ、これ。ドラミちゃんのヘアバンドです。可愛い。お風呂上がりにめっちゃしたい。私ね、ドラえもん、ドラミちゃんも大好きで、いつも、ラインスタンプ、ドラえもん使ってる。あと、おパンチウサギも最近使ってる。お値段が、これがね、585円ですね。色味がもうドラミちゃんすぎてめっちゃ可愛いタイプ。よいしょ。次は、じゃん、こちら !2 個で390円のハロウィングッズ。こんな感じ。可愛くない?ランタンみたいでさ、多分これつくんだよ、電気が。あ、ついた。あ、すごい!見て!カラフルに光る!かわいい!これ、点滅した、点滅した。まあ、こんな感じでハロウィンの時に置こうと思います。次!じゃん!こちら!ヘアバンドだね、これも。これはなんでかというと、お兄ちゃんがヘアバンドがもうずーっと欲しい、ずーっと欲しいって言ってて、ちょうどいいのを見つけたので、これを選びました。次!じゃん!こちら!リップスティック型電動シェーバーだね。かわいい!そう、ピンク色にしたの、私。結構高級感のあるデザインだね。ほら、こういう感じなんだけど、電動シェーバーで。これ多分電源オンにすればつくんだけど、これでも指の、こういうところの、ムダ毛だったりとか、顔はもちろん、指先の産毛など、細かい部分に最適。そうそう。1170円だね。で、ポーチに入れやすいから、まあなんか持ち運びとかにもね、すごくいいと思います。最強!次は、じゃじゃん!置くだけスピーカーだね。置くだけで音がもう出るんだって。スマホスタンドにもなります。そういう Bluetooth とかよりも、ほんと置くだけっていうのがもう最強すぎて。うわっ!かわいい!色大好き!見て!で、多分横がこうやってスピーカーになってんのかな。で、ここに携帯を置くだけでいいって感じでしょ?こんな感じでスマホも置けるし、まあスマホスタンドにもなるし、音も出るよっていう。充電なんだね、これ。充電して、まあ、使えるそうです。次じゃんかわいい紙皿。パーティーとかするときにね、絶対使おうと思ってこれにしました。こんなかわいい紙皿見たことない。次じゃじゃん電動ヘアブラシですね。なんか、もう振動するんだって、ヘアブラシが。そんなの持ったことないと思って、そんな見たこともないと思って。濡れ髪とかにも使えるらしい。マウスみたい、なんか。あ、さすがにまだか。上から見たらめっちゃマウスだけど、櫛ですね。で、これが多分振動して、ブーって言いながら解きほぐせるんだと思う。え、いいね!お値段が780円です。次!じゃーん!エアポッツケースですね。私さ、白のエアポッツケースと、マイクのエアポッツケースしか持ってなくて、でも透明もすごく欲しくて、なので透明にしました。クリアー!次!じゃんこちらなんとチビゴム500ピース入り。もうこれ一生なくならないだろってぐらいたくさん入ってて。しかもチビゴムってめっちゃ使う。次じゃじゃーんめっちゃ可愛いブレスレット。可愛くない?こういうとこにつらつら交差つけてたら本当におしゃれな人みたいになれると思ったから、これを選びました。次じゃーんこちら可愛くない?待って、いや、商品出すたびに可愛くないってずっと言ってるんだけど。直そう。にゃんちゅーのカラトリーセット。本当に美しい見た目が。まあなんかお弁当の時にこのセットが結構好きで、スプーンとお箸っていうセットがね。そんな人いる?次。じゃじゃーん!こちらがたまごっちの、たまごっちの子だよ。たまごっちの子。巾着だね。中がすごくしっかりしてて、ほら。すごい、巾着なのにヘニャヘニャってなんないし、ほら、すごいしっかりしてるからいろんなものが入りそうだなと思って、これを選びました。何入れよう?メイクポーチとかにもいいかもなと思ったの。めっちゃ可愛くない?次。じゃーん!見て!プリントせんべい!ほんとに可愛いハンギョドンなの。ちょっとこれは食べてみるしかないでしょ。ハンギョドンをプリントしようとしてくれた方、本当にありがとうって感じ。ほら、見て!寝てる!見て!可愛いね、ハンギョドン。では、ハンギョドンせんべい、いただきます!副報開運。うん!おいしい!かわいい上に、おいしいは最強ですね。
次。じゃん！サンキューマートって結構なんかいろんなね、キャラクターがいて、サンリオも結構多かったから、今回サンリオ多めかも。これは、クロミちゃんの、ゴウェイブランケット。すごくない？これがね、お値段が、1950円ですね。こんな感じで、ゴウェイになります。ファイウェイっていうのかな。まあ、こうやってクッションとしても使えるし、広げると、うわ、中かわいい。じゃーん！こういうデザインになってて、かわいい。なんか人間、これからこれでいいか。こんにちは、ひめひめです。今回はですね。次。じゃん！推し活グッズ。まあ、トレカとかを入れるやつだね。ちょっと推し活初めて表現してみようかなと思って推し活グッズを買ってみました。いつするか迷ってる。次。じゃじゃん！おパンチウサギのキーホルダー。かわいい！消臭ビーズみたいな、このピンク色のかわいいビーズを中に入れてることで、さらにこう目のうるうる感が増して、本当に尊いって感じする。次。じゃじゃん！スマートフォンのほぼこれと一緒なんだけど、こういうビーズだね。これママがずっと欲しいって言ってて、ひまとお揃いがいいらしくて、これにしました。で、最後だね。最後はこちら。ババーン！これは、2個で390円というめちゃめちゃお得なタトゥーシールですね。おしゃれというか、まあ、ハロウィンに絶対使いたいなと思って、こう手首に貼っても可愛いし、まあ、ほっぺか、ほっぺら辺とかにつけても絶対可愛いと思って、ハロウィンの時はもうこれをね、つけようと思います。はい、というわけでこれで以上でーす。今回は、サンキューマートさんと33点ですね。計33点の購入品紹介でした。でもまだ目につけていたものはあったので、それぐらいたくさんあるし、さらにハロウィングッズもね、すごく充実してるから、ぜひ皆さんもサンキューマートさん行ってみてください。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。じゃあ最後に、半魚丼せんべい一口いただきます。おいしい。一世のせいこんにちは、ひめひめ。自分の名前噛むことってある？ちょっと待って、膝が。